マダガスカルヘビワシは、長高高木高かマダガスカルヘビワシ属に分類される鳥類。本種のみでマダガスカルヘビワシ属を構成する。マダガスカル東部全長66センチメートル。上面は農家主食。仮面は白く、黒褐主食の縞模様が入る。尾葉は長い。尾葉は、海国色で、数本の黒い帯模様が入る。交際は黄色。くちばしは黒い。 甲子は短く、色彩は黄色。幼鳥は頭部痩せ、肩の羽毛の外縁が単色。原生林に生息する。トカゲ類やヘビ類を食べる。胃の内容物からカメレオン類が発見された例もある。以前考えられていたよりも分布は広いと考えられ、1995年以降は新しい分布域が発見されている。一方で森林伐採や 焼きわ農業による生息地の破壊により生息数は減少し管理されていない森林火災や違法な採掘による影響も懸念されている。1930年以降は確実な記録がなく絶滅したと考えられていたが1988年に庭が再発見された。世界自然保護基金と早草基金による本種の現状や詳細に関して 調査を行うなどの保護計画が進められている。分布域はいくつかの国立公園や自然保護区に指定、設定されており、モスラ国立公園では1999年の報告では9地点で16羽以上がいると推定されている。1979年に旧高木フォークオネフォームズ単位でワシントン条約付属下記通に掲載されている。ありがとうございます。